カール・ベルンハルト・フォン・ザクセン・バイ・マル・アイゼナハは、ザクセン・バイ・マル・アイゼナハ大公国の大公使。有能な将軍で、1815年のウィーン会議後は、オランダ王国軍の司令官となった。カトルブラの戦い、ワーテルローの戦いでは、オランダ軍、第2師団所属の第2旅団長として従軍した。カール・ベルンハルトは、ザクセン・バイ・マル・アイゼナハ公、カール・アウグストとその日で、 ヘッセンダルムシュタットハクルートビヒ九世の娘のルイーゼの間の第七子実質的な次男としてバイマルに生まれた。ベルンハルトはプロイセン軍に出資し、1806年にはホーエンドウェインゲルフィンゲン将軍の指揮下で従軍している。その後1809年にはザクセン王国軍に移り、バグラムの戦いではベルナドって将軍の帰下で戦った。 カトルブラの戦いにおいて、ベルンハルトの率いた第二師団所属第二両団は、ベリントン軍の中で、カトルブラの交差点に最初に到着した部隊であった。ベルンハルトの軍は1815年6月15日に、カトルブラの交差点に到達して、以後、24時間近くにわたって、カトルブラを占拠し続け、ベリントン公爵と大勢の同盟軍が到着するまで、 ミシェルネー元帥が率いるフランス北部軍左翼から交差点を守り抜いた。ベルンハルトの旅団によるカトルブラ交差点での防戦の成功はワーテルロー戦役における旅団規模の軍事行動では最も目覚ましいものの一つであった。ベルンハルトはワーテルローの戦いにおいてもベリントン軍の最左翼で同盟軍の司令官を務めた。ベルンハルトはワーテルロー以後は オランダ王国軍に将軍として使え、ベルギー独立運動を弾圧した10日戦争で有能さを発揮し、1847年から1850年まではオランダ領東、インドで軍隊を率いた。ベルンハルトは1862年にドイツのリーベンシュタインで死んだ。ベルンハルトは1816年5月30日にザクセンイコールマイン間校。 ゲオルク一世の娘イーダと結婚し、八人の子女上、設けた。ありがとうございます。